皆さんこんにちはそれではこれから今年のマンション管理資格の合格を目指す皆様方向けのハイレベル講座始めてまいります今日は第四回ですね区分所有法の四回目になります担当いたしますのは株式会社渡部塾代表渡部正和ですどうぞよろしくお願いいたします今日第四回目のテーマは復旧についてお話をしてまいります 復旧につきましては毎年1問程度問題が出るところではありますけどもどんなことが前提になっているかといいますとマンションこのマンションが建っている時に例えば大きな地震などが来て建物が全部壊れてしまったとします言葉が直線的ですけども瓦礫の山になってしまいましたそうすると残るのものは土地だけです。 今まで区分所有関係であった各区分所有者たちの関係は部屋がなくなった瞬間になくなります残るものはここに書きましたとり敷地を共有している関係だけが残るわけですねそうしますと敷地の共有というこことになればこれればは区分所有法が適用されませんいわゆる区分所有法の守備範囲の外に出てしまうことになりますしたがって ここれは一般法法であるる民法の適用を受けることになりますえす、ー、マンションというのは建っていればこそ区分所有関係が維持されるわけですけどもすべ、えー、て建物がなくなってしまうと土地の共有関係だけが残りそうすると区分所有法の適用から外れ民法の適用を受けることになるこれがまず大前提条件ですでは一部だけが滅出して一部は残っているよという場合はどうでしょう これは区分所有法の適用がありますそしてこの場合区分所有法ではそのメスの度合いが大きいか小さいかによりまして小規模メスそして大規模メスという形でその復旧の手順を異なるように考えているわけですねでは中身に入りましょう今お話をいたしましたように復旧についてということでありますけれども 前提条件は建物の一部が残っているということでしたねえそして復旧するところの部位は専有部分と共用部分と両方あるわけです専有部分につきましては区分所有法では、えー、区分所有者が単独でえそして事故の費用で復旧することというふうにしております簡単に言ってしまえばあんたの部屋はあんたの持ち物だからあんたのお金で自分で直しなと言ってるのがこの専有部分のことであります したがって、えー、区分所有法ではこれ以上の規定はありませんでは共用部分はどうなっているかと言いますとこれについては小規模名室と大規模名室に分けて、えー、その復旧手順があ異なっているわけです、えー、小規模名室というのは何かというと建物の価格の2分の1以下2分の1ちょうどを含む2分の1以下に相当する部分が名室したときのことを言います 大規模メスというのは建物の価格の2分の1を超える部分のメス室があった時のことを言います2分の1ちょうどは小規模メス室ですはいでは今のお話のおさらいですがメス室には全部メス室もありましたそして一部メス室もありますけども全部メス室の場合については民法が適用されるということでしたよねでは小規模なメス室の場合の手続きはどうなっているかというふうに入っていきますと 商業模メッにつきましてはここにありますようにその復旧は、えー、単独ですることができます単独でするという意味はいわゆる集会の決議なしでという意味ですけども共用、えー、部分については単独で復旧をすることができます私の部屋の前の階段が壊れちゃって生活できないんだからえ私自分のお金出して階段直しますよということが可能だということですねえー、ところが例外として え集会で復旧の決議はしたみんなで直そうねって決めたあるいは小規模メスなんだけどもいっそのことを立て替えてしまおうという決議があったあるいは規約で単独では復旧できないというような定めがあるという場合については各区分所有者はその集会の決議等に拘束されてしまって単独で復旧することができなくなります。 ここでは原則と例外の関係、いつもの通りですけども、しっかり押さえておいていただきたいと思います。ちなみに原則通り単独で復旧をしますと、他の区分所有者に対して共用部分の持ち分割合に従って求償することができます。私はみんなで使う共用部分を私のお金で直したんですよ。だから皆さん方は共用部分の持ち分の割合で私にお金払ってくださいねということが え請求でできるとということですよね小規模冥室はこれだけ抑えておけばもう十分ですでは大規模冥室の場合はどうでしょうこちらは少し話が複雑になってまいります、えー、集会において区分所有者の4分の3以上プラス議決権の4分の3以上つまり特別決議ですね、えー、この特別決議の成立によって大規模冥室の場合は復旧をすることができます。したがって 集会の決議があるまでは単独で復旧することはできません大規模が名室な場合については単独での復旧は認められませんそして大規模メスの場合について出てくる買取請求権というお話に続けていくんですけれども大規模メスがありましたよというときにその復旧の決議に賛成しなかった区分所有者簡単に言うと反対した人プラス危険をした人 この賛成しなかった方は復旧の決議に賛成したという区分所有者に対して自分の持つ区分所有権等を買い取ってくれという請求権が認められているわけです。自分のの権利を買いい取ってててくくれそして私はこのマンンショかから出ていくから出というような請求権が認められているわけです。こちらはな,なぜこういう請求権になっているかというといわゆる復旧費用を負担したくない。 という区分所有者がそのマンションの区分所有関係から離脱することを認めています。え私の権利を買い取ってくれえそして私はこのマンションから出ていくからということを認めているという理解をしていただくとよろしいと思います。えー、ではこの買い取り請求権ですけども誰が誰に対して買い取りを請求できるかということになるわけですがさ少し文字がいっぱい増えてしまって見にくいんですけどもポイントだけ押さえます。 復旧決議に賛成しなかった区分所有者からの買い取り請求です大規模メッセがありましたよそして復旧の決議もありましたその決議の日から2週間が経った時はその決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者つまり反対者と危険者意思表示をしなかった人を含めて反対した人そして危険した人は決議賛成者の全員あるいは一部の人に対して 自分の持つ建物及びその敷地に関する権利を直で買い取ってくださいという請求をすることが認められていますこれを買取請求権と言いましたえそして、えー、集会を招集したもの、後で出てきますが買取指定者の指定がされているときはその買取指定者ですがこの集会を招集したもの等は決議賛成者以外の区分所有者に対し 4月以上つまり4ヶ月以上の期間を定めてあなたは賛成しませんでしたけれども買取請求をする気がありますかどうですかということを書面で再告することができますあなたの意思を聞かせてくださいということを再告することができますそしてこの4月以上の期間が経過したとき その採刻を受けた区分所有者はもう買取請求をすることができなくなります採、えー、刻を受けた区分所有者が返事をしない、えー、というときは、えー、もう買い取ってくださいねという権利が認められなくなるという制度になっています、えー、そしてこの買い取ってくださいねという制度が認められなくなるということはすなわちどういうことかというと区分所有関係から離脱することが認められなくなる 結果的には大規模な捏出があった時の共用部分等の復旧費用を負担することになるというところがこの後ろに隠れています。そして再買取請求権というものが認められています。再買取請求とは何かというと買取請求を受けた人が、えー、その請求の日から2月以内に自分以外の決議賛成者の全部または一部に対し 決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した持ち分割合つまり賛成者の持ち分割合に応じて私が買い取った権利をあなたたちも買い取りなさいねということを認めることが請求することができるという請求権なんです少し難しいのでこれは図にしてみましたどんなことになっているかといいますと一番ミニマムでいきますと A さん B さん C さんという三人の人が賛成しました D さんは「反対ししててていまますすがが分の3の賛成成によって復旧決意が成立しています、D、さんはもう私お金出したくないのでこのマンションから出ていきます」とこう言ってるわけですが自分の権利を買い取ってくれというこの請求先は A さんでも B さんでも C さんでも A さんだけでも全員でも誰に対してでも構いませんがたまたま便宜的に A さんにだけ請求したことにしましょう。 そうすると A さんはどういう気持ちになるかといいますとなんで私だけが買い取らなきゃいけないの私のほかにも B さんと C さんだって賛成してたじゃないだから私が D さんから買い取りを請求された区分所有権等をあなたたちも買いなさいよというふうに請求することができますこれを再買取請求権といいますその心意味は何かといいますと A さんからすれば なんで私だけが買い取すのでるかにも決議賛成者である B さん C さんがいる時は B さん C さんも私たちだけの持ち分割合に応じてあなたたちも買い取ってちょうだいという請求ができるこれを再買い取り請求というふうに言うわけです。そして先ほども出ましたけれども買い取り指定者の制度というものがありましてどういう制度になっているかと言いますと。 復旧のの決議の日から2週間以内この2週間の意味は先ほどの買い取り請求をするための待機をするべき2週間と同じ2週間ですつまり決議に賛成しなかった人は賛成者が買い取り指定者の制度を利用するかどうかを見極めるために2週間待たなければいけませんそしてその2週間以内に決議賛成者が全員の合意これキーワードです全員の合意によって これらの権利を買い取ることができるものこれを買取指定者と言いますけどもそれを指定します例えば Z さんというお金を持っている人に買取指定者になってもらおうということを全員の賛成で合意で決めますそしてかつ指定された買取指定者がその旨を賛成していないという区分所有者に対して書面で通知をします私が買取指定者になりましたので私に買取請求をしてくださいね という通知をした時はその通知を受けた区分所有者先ほどの例で言えば D さんはつまり買い取り指定者の制度が利用されて買い取り指定者が書面で通知をすると決議賛成者にはもう買い取り請求をすることができなくなってしまうという制度なんですね。 そしてて、えー、決議賛成者の責任とといいうところに入ってまいりまりす少し難しいんですけれどもその指定された買い取り指定者が、えー、買い取り請求に規定する請求を受けたときにその売買の代金にかかる債務の全部または一部の弁済をしないつまり D さんから買い取ってくれと言われた買い取り指定者が D さんにそのお金を払わない全部でも一部でも払わないということがあったときは。 その買取指定者を指定した決議賛成者は連帯してその債務の全部または一部の弁済の責めに認じなければいけませんつまり選んだあんたたちが金を払わなかった買取指定者と連帯して責任を取らなきゃいけないんですよという制度です正し書きがあります決議賛成者が買取指定者に主力がありかつ執行が容易であることを証明したときはこの限りではないつまりこれは民法の検索の抗弁権 えー、検索の抗弁権というのは認められていますよということですね簡単にまとめれば買い取り指定者が買い取請求を受けて買い取りをした区分所有権等の支払いをしないという場合その買い取り指定者を指定した決議賛成者は責任を負わなけければいけませんただし決議賛成者には検索の抗弁権というものが認められているわけです。 少し細かい知識ですけども決議賛成者の責任ということで選んだ人も責任を取らなきゃいけない場合があるよというふうに押さえておいていただくところでした。もうう一つのの買取請求権というのがありますこれも少し難しいんですけども大規模滅出があった場合建物の一部が滅出した日から6月以内半年以内に復旧の決議も建て替えの決議も何にも決まらない時。 つまり何にも動きがない時は、えー、過去区分所有者は誰でもいいから他の区分所有者に対し私の持っってていいいいるる建物ととか敷地に関する権利を直で買い取ってちょうだい、ね、というだねこ,、えー、この場合は決議の賛成者も決議の賛成者以外の区分所有者もありませんので半年たって何にも動きがないマンションにいてこの先大丈夫なんだろうかと不安になった人は。 誰でもいいから私の権利を買い取ってちょうだいねという請求をすることが認められているわけですこれも買い取り請求権というんですけどもなぜこういう制度があるかと言いますとこの買い取り請求が認められる前提とする状態はそのマンションの将来の解決に向けての多数派が形成されていないだから動きがないまとまらないというふうに考えているわけです。 従いまして少し難しいんですけども一方で請求をするということで離脱することを認め一方でその買い取った人がいろいろな権利を買い取り集めることによって多数派の情勢を間接的に促していくということを目論んだものだというふうに考えていただくとよろしいと思います。位置づけとしてはそのような位置づけで考えていただいて結構です。ここではは買取請求権というのは2種類あるよ 最初にご説明した買取請求権がはるかに重要ですよ。ただしもう一つ買取請求権というものがあるということも忘れてはいけない知識なんです。ということでここまでが復旧に関するハイレベルな知識です。えー、復旧が聞かれるとき、問題で出るときは買取請求権、再買取請求権、買取指定者の制度。 というところが聞かれる可能性が非常に多いと可能性が高いというふうに思いますその辺を中心にしっかりとまた復習をしておいていただきたいと思いますはいそれではこれをもちまして区分所有法の4回目復旧ですねこれをテーマにしてお話をした講義がここまでで終わります皆様どうもお疲れ様でした